白宮くん、助けて。な、何してるの？さあ、なんなんでしょう。ちょ、なんでこうなっちゃってるんですか？あれじゃないか？優勝商品を食べたから。なんだったんですか？それ。ウイスキーボンボン。キララさん。部長、ほっとけほっとけ、あんなの女子校じゃ普通普通。落ち着いてくださいね、キララさん。あの、私を舐めても美味しくないと思うんですよ。レレレレレレ、うちゅー、キス、シオンさん。心配ないと思う。あれは食欲とかリビドーとかそういう類のものではなく、いわゆる一つの彼女なりの親愛の情ではないかと。もちろん検証の方法などないし、単なる仮説に過ぎないが。うわぁ、心にあらてめな、何を言うんだよ。しょば、レレレレレ、ゆるり。ペロ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 。いや、あのですね、キララ、落ち着きましょう。女子校だと普通かもしれないですけど、まずいですって。僕、ほら、男子ですし。忘れよう。